桃山直央のドリームシアター。キャラチェンジ、ちょっぴり大人なヒーロー桃山。このコーナーは普段とは違うキャラに変身した私桃山直央が皆さんからいただいたセリフを読んでいくコーナーなんですが、なんと今日は特別にこの子たちが遊びに来てくれました。こんばんは。今日は番組に来られて嬉しいです。赤山直央です。あ、どうも青山直央です。迷惑だから私はいいって言ったんだけど。白山直央です。これがラジオなんですね。楽しみだね、くーちゃん。私まだ自己紹介してないのに。黒山です。でもどうせ私なんか呼んでくれないと思ってました。あらあら、そんなこと言わないの。皆さん、いつも桃山さんがお世話になってます、緑山直央です。くれてありがとね。ということで今回はこの6人と一緒に賑やかにお送りします。せっかくなので今夜は特別に私だけじゃなくてくじを引いて当たった人にもセリフを読んでもらいたいと思います。それでは今回のテーマを発表します。今回のテーマはうたた寝している男の子をいたずらっぽく起こすセリフです。いたずらなら任せて。あら、自信満々。じゃあ楽しみにしてるわね。ではまずはくじを引いていきましょう。最初はしゃ緑山さんです。あら、私うまくできるかしら。ラジオネームジェームス様からいただきました。起きてください。起きないと風邪ひきますよ。早く起きないとキスしちゃうぞ。なんてね。おお、さすが緑。優しい感じがぴったりのセリフね。幸先のいいスタートになったんじゃない。続いてはじゃか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 じゃん、白山ちゃんです。ラジオネーム黒い瞳様からいただきました。リエ、寝てるの？じゃあ顔に落書きしちゃうぞ。まだ起きないな。じゃあ背中に手をピタッ。起きた。うん、ねえねえ、びっくりした？シロちゃん、いたずらっぽくってそういうことじゃ。そうなんですか？でもこれもある意味シロヤマちゃんらしいかな。どんどん行きましょうね。次は青山ちゃんです。私か。ラジオネーム七瀬様からいただきました。ちょっと起きなさいよ。たく無神経なんだから。せっかく久しぶりに会える日なのに寝ちゃったら一緒に喋れないじゃない。あれ、起きてる？いつから聞いてたの？なんでもない。とにかくもう寝ないでよね。かわいい。あおやんも普段はこんな感じなの？そんなわけないです。こんな恥ずかしいこと言いません。はいはい、そういうことにしておきましょうね。続いてはと赤山ちゃんです。わかりました。全力でやってみます。ラジオネームブリティッシュ様からいただきました。何寝てんの？起きろ起きろ。
できないなら、私も一緒に寝ちゃうぞ！って、それじゃダメか！あかりんと一緒だと全然寝かせてくれなさそうね。なんだよ！全然出ない！ねえねえ、私の名前本当に入ってる？こればっかりは運だからね。続いてはどうかな？一緒っと。はい、倉山ちゃんです。ああ、またダメか！来ちゃった。はあ。ラジオネーム、道場の犬様からいただきました。あ、そんなにくっつかないで。もしかして、寝ちゃったの？顔近い。起きないと、永遠に眠らせるわよ。でも、もう少しだけこのままでも、いいかな。なんか可愛い感じでずるーい。でも、いつものくーちゃんもこんな感じだよね。あんたは黙ってなさい。続いては、お待たせ、木山ちゃんです。うわ、やったー！ラジオネーム、ガンジス様からいただきました。あれ？眠っちゃった？おい、何寝てるんだ？授業中だぞ！びっくりした？いつもあなたが言ってるセリフ、一回言ってみたかったんだ。こういうのも仲がいい感じが出てて素敵ね。うん。では最後は私、桃山奈緒です。では参ります。ラジオネーム、レモンジュース様からいただきました。寝ちゃったか。今日は頑張ってたもんね。このまま起こさなければ、今日は泊まっていてくれるのかな？あ、残念、起きちゃった。この続きは、また今度ね。こんなセリフ、言ってみたいな。ということで、今回はゲストのみんなと一緒に、うたた寝している男の子をいたずらっぽく起こすセリフをご紹介しました。みんな、今日は遊びに来てくれてありがとう。やってみてどうだった？うん、楽しかったね。あんなセリフ言わされるなんて、やっぱり来なきゃよかった。はい、私も。そう言わず、みんな、また遊びに来てね。以上、キャラチェンジ、ちょっぴり大人なヒーロー、桃山でした。